アルフレッド・シュニトケの公共曲第3番は1981年に完成した公共曲作品である。作品は前作の公共曲第2番と同様、冒頭のモデラート、アレグロ、アレグロペサンテと呼ばれる比較的短い楽章、そしてアダージョと呼ばれる長いフィナーレの4楽章で構成されている。演奏時間は約50分と第1番。 第2番に次いでシュニトケにとって3番目に長い公共曲である。この作品は公共曲第1番に似た強さを持っているが、第1番とは異なり、より伝統的な形式をとっており、直接的な引用も見られない。しかし、この作品にはバッハ、ヘンデル、モーツァルト、シェンベルク、シュトックハウゼン、ハンス・ベルナー・ヘンツェなどの多くの作曲家の影響が見られる。 第三楽章では、ダズ・ボスという言葉が八音の音列として現れ、BACH のモノグラムが最終楽章を支配する。作品は1981年11月5日に、ライプツヒで、クルト・マズワが、ライプツヒ・ギバント・ハウス管弦楽団を指揮して、シュニトケの立ち会いのもとに初演された。1984年に、ゲンラジー・ロジェストベンスキーが、 ソ連文化賞公共楽団と共演して初録音された。さらに1990年代にはエリクラス式のロイヤルストックホルムフィルハーモニー管弦楽団と2015年にはウラジーミル・ユロフスキ式のベルリン放送公共楽団との録音が登場している。フルート4、オーボエ4、クラリネット4、ファゴット4、ホルン6、トランペット4、トロンボーン4、チューバー、 ティンパニ、タムタムに、ビブラフォン、マリンバ、チューブラベル、グロッケンシュピール、エレキギター、ベースギター、ハープに、ピアノ、チェンバロ、オルガン、チェレスタ、弦楽合奏。ありがとうございます。